はバナナさらにこちらの猿はせんべいを手にしていましたこちらの写真が撮影されたのは鹿児島県の屋久島世界自然遺産のこの島の生態系が今人間の餌やり行為によって脅かされています 木の上に猿がいますヤクシマの固有種ヤクシマザル木の上でくつろいだりガードレールの下で仲良く座ったり同じく島の固有種であるヤクシカとともにのんびりする姿もありましたこうした中になぜバナナを手にした猿がいたのか

なんとそこには手にしたせんべいを頬張る姿が外国人観光客も含め年間29万人以上が訪れる屋久島ここ1,2年餌をねだってか猿が人を取り囲むなどの被害が相次いでいるといいます取材班は写真が撮られた剣道沿いの現場へそこで目撃したのは 車が通っても逃げようとしません車が横を通過しても逃げようとしない猿の姿ですさらにあなんか落ちてますねあ、どら焼きと書かれてますあ,あ、見てくださいお菓子の袋が捨てられてあります 餌やりの痕跡か剣道沿いにはペットボトルやお菓子の袋などのゴミが落ちていましたさらに島の名産である柑橘類タンカン農家を訪ねると猿の被害がもうすごいのよ育てている単ン,ンは毎年猿によって食べられてしまうといいますやれば今度は家付けというか 慣れてくる農家というかのことを考えてもらってまああげないでもらいたいと思います餌やりによって猿が人間の食べ物の味を覚えることの危険は計り知れないと言います <laughs> 広げた両手で乱暴に窓ガラスを叩く猿佐賀市内では 住宅街に居座り続けた野生の猿が小学生に襲いかかるなど、凶暴化した猿による騒ぎは全国各地で起きています。<laughs> 屋久島では猿に餌やりしないよう、SNS 上で英語や中国語で注意喚起を行い、野生の猿が現れる現場には看板を設置。らね、さらに罰則付きの条例を制定するなどして対策を強化しています。 エスカレートすると襲ってきたりとかという可能性も考えられます。猿自体にも悪い影響を与えますので、ぜひそのようなことがないように餌を与えないようにお願いいたします。